つ森です。グレ森です。というわけで今日は2021明治安田生命 J1 リーグ第18節清水エスパルス対川崎フロンターレの試合を見に、愛さに向かっているんですけど、今の時刻がね、これ見えるかな、あ、見えねえわ、あの15時半っていうことでキックオフが6時半なので3時間前に来てるんですよ。バカチ、めちゃめちゃ暑い。最高気温が確か31度なのよ。もう真夏。最近豪雨とかなんか天気が良くなくてさ、なんでみたいな感じになって、その後にこの暑さよ。もう梅雨明けじゃんっていうか、なんかもう東海地方梅雨明けしたらしいしね。やべえマジで。ちなみに今日はさっき言ったんですけど、18節ということで川崎フロンターレと対戦するの今季初めてなんだよね。もう27節か、あの折り返し地点になってるんですけど、 ACL の関係上とか、まあそういうのもろもろありまして、ゴリゴリのタレント集団マジで勘弁してほしいんだけどね。大島亮太静岡に返してください。そんなわけでね、今日もゆるくやっていこうと思います。このチャンネルでは主に僕グレモルが清水翼に関する動画とかいろいろ出していますので、よかったらこちらの動画も最後までご視聴よろしくお願いします。それではまあこうやってねゆっくりやっていきましょう。なぜ今日こんな早くからね、アインシュタイン言ってるのかというと、今日はブラジルデーなんですよ。でブラジルデーの入場者特典っていうのが T シャツなんよ。で T シャツがね、これ5000枚しか配られないらしくて、で今回ねチケット完売ということで、あのおそらく2人に1人の割合だから倍率2倍なのよ。先着順だし、もうこれゲットするには早く行くしかないじゃん。もう頑張った。去年は歴代のブラジル人助っ人選手が後ろに顔がブワーって書かれてあって、なんかタピオカミルクティーみたいじゃねえかっていうふうに親が言ったんですけど、全部黒で印刷されてるからそりゃそうだわっていうね。でも今年はタモジュントっていう感じで、あの友情とかそういうものを示す意味合いのものをテーマとしてやっているんですけど、ポルトガル語俺オープリガードしか知らねえかなと思って新しく単語覚えられてよかったっすよ。ちなみにあれらしいね、そのブラジルで言うとそのなんとカーニョってよく言うじゃん、 AUCニョとかさ、カルリーニョスとかさ、ロナウジーニョみたいなさ、そういうなんとかニョっていうよくつくのがブラジルの男性の意味合い で、逆に女性はなんとかニャみたいな感じで、後ろに語尾にニャをつける、風潮みたいなのがあるらしいよね。なもんでカルリーニョスもそういう、エウシーニョもそうなんだけど、エウシーニョの本名もエウソンだし、カルリーニョスなんてあのカルロスなんとかだからねわからんやん。昨日ウィキペディアでカルリーニョス選手のことをいろいろ調べてみたら、めちゃめちゃ本名長かったから。でもフロンターレ所属のブラジル人選手でいうとダミアン選手とかジル選手とかねいるじゃんね。多分その2人はそのまんまのこと使ってると思うんで、なんかその名前の違いっていうのもいいんじゃないかなって思いました。マジでバカ熱いんだけど、もう俺見てよ、ちょっと汗かいてるもん。あ、見えねえわ。てかさっきからジリジリなってるけど、絶対これセミだよな。もうセミ出てるのか。早いな、おい。完全に夏じゃん。まあ、7月だから、夏っちゃ夏なんだけどね。あ、ちなみに、言ってきます。この動画で7月、多分最後の動画になると思います。まあ、一本ね、ちょっとため撮りした動画があるので、それが出る可能性もなくはないんですけど、あれですよ、大学生の宿命ですよ。前期の期末レポートとか、テストがもろもろあって、とんでもないぐらい、これから俺が多忙になって、なかなか編集とかできなくなっちゃうので、おそらくこれが7月最後の動画になる可能性が高いです。あとこの Vlog 動画ね、エスパルスのそのホーム戦で、毎試合毎試合こうやって撮らせていただいていたんですけれども、このホームの Vlog 動画についても今回が最終回になります。突然のある意味の打ち切り。なぜね、こういう結論に至ったのかというと、ちょっと8月の、まあ頭はちょっと厳しいかもしれないんですけど、まあ8月以降ちょっとね、どかどかといろいろやりたいものがありまして、過去 YouTube でね、しっかり安心してそこは YouTube のところなんですけど、そういうのも踏まえると、いい意味でね、パワーアップするために長編 Vlog の方はお休みしたいなと思います。アウェー遠征行く時とかはね、まあアウェー遠征 Vlog みたいな感じでやるとは思うんですけど、ホームの時は、また別の形でいろいろ盛り上げていければいいなと思っておりますので、もしよかったら楽しみにしていてください。さあというわけで、試合のサポーターの方にいきなり次の瞬間呼び出されまして、どうしたのかなと思って見てみたんですけど、やべえやついる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 、すごいすごいすごい、やばい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 、ちょっとお久しぶりですよ。こんにちは。お久しぶりですよ。しかも嬉しい。いつものいつもそう、ね、あれラゾンで抜かれてる、ダイハツめちゃめちゃ抜かれてるですよね。もはやフリソンになってる。ただ毎試合もほぼって言っていいほど出てるもんね。ツイッターのフォロワーさんからいつもね、抜かれてましたよって連絡が来るのよ、ね、いや、お二人どうしたんですか、そのアフロは。いや、
今日ブラジルで用意してきたブラジルお祭りですよ。かぶってどれにする？え、俺もかぶるの？そうだよ、どれか選んで。めっちゃあるめっちゃあるめっちゃある。待って、めっちゃあるめっちゃある。みんなに来てもらうから、これ探してくれって、スタジアムで映ったらやばい。 あちこちに点在するから、指定席だからな。そうそうそう、ね、僕がアフロをねつけてなかったらこの企画なかったから、ね、なかった。そうそう、元祖アフロで、元祖アフロやろうかな。どれよし、まあ、ぜひね。何色がいいんすか俺。いやもうこれ黄緑白と来てるから、これ、うん、やばいこれはやばい。じゃあ金かぶろう。金で金か。強豪相手に金星当てるぞみたいな。僕はもともと白星っていう。あーさすがね。あ、そういう意味だったの。金と白で演技いいじゃん。勝ち格じゃあやるか。マジかどう？いいじゃん。やばいおーれーいいじゃん。やばいほら希少種、アッシュ。じゃあこれね、シソでしょ、シソ。シソ。シソ。言ってたじゃん、多分シソ。シソ、ユミ。ただバイアリー、ただもう意味わかんない。写真表示大丈夫？どうぞ。いい？グレモル。オッケー。ブラジル。カスケロンターレの応援 YouTuber のポチャフロさんに来ていただきました。いやー、来ましたー。アイスト最高。いや、もう派手すぎて。いや、すごい。いや、これは、これは気にしたら負けのやつ。遠路はるばるね、あの川崎から来ていただいて、はい、本当ありがとうございます。いや、絶対今年来たくて。おー、よかったです、これって。しかも超晴れてます。暑すぎるよ。やばいから、これ。そうなんですよ、帽子の変わってるから。今川崎の中で超好調じゃないですか。いやー、おかげさまで。 ACL もグループリーグ行って、ありがとうございます。突破して今リーグ戦も無敗で、ありがとうございます。すごい感じるのが、はい、川崎フロンターレのフロントと、はい、ファンサポーターの距離感がすごい近いなっていうのを感じるんですよ、うん、そうですね。一サポーターから見て、うん、フロンターレの、取り組みとかってどういう風なこと感じてますか？やっぱりサポーターのこと本当に思ってくれていて、僕やっぱ一番好きなのが新年の挨拶回りっていうのがあるんですよ。はい。新年、あの川崎大師っていうところで、あの優勝祈願というかした後に、選手が川崎のいろんな地区を回るんですよ。はい。お店回ったりとかして、そこであの今年もよろしくお願いしますっていう、そういうところ、選手がいろんなところ回るっていうのが本当に近いなっていうのがあって、もう川崎大好きですね。なんかすごい地域密着すごい感じるんですよ、うん、はい、それこそ大久保優斗選手があの帰ってきた時あったじゃないですか。ありましたね。4番で帰ってきて、はい、あのそれこそ挨拶回りの時に、はい、おかえりって。ね、おかえりですよ、ね、公式のやつ見たらめちゃめちゃ言ってくるじゃんと思って。おかえりです。すごい温かいんだなって感じたんですよ。はい、で今ポチャフロさんと話してるじゃないですか、うん、温かいんですよ。うわー、嬉しい。本当に暖かいんです。でもどうですか、今アイスター来られて、今日ブラジルデーってことで、いろいろやってるんですけど、どうですか、スタジオの様子。いや、まずあの音楽、もうサンバのノリが、超かっこいいじゃないですか。エスパルスのサンバ、だから轟でもエスパルスがアウェーでサンバのノリやってるんですよね。はい。めっちゃくちゃかっこいいです。マジかっこいいです。でしかも俺やってないけど。しかもめちゃくちゃ人いますね。そうですね。いろんなお店が出てるから、なんかいろんなとこ見てみたくなりましたね。そうですか。はい。あったかいっすよ、清水さんも。あったかいかいっすよ。あったかい。ありがとうございます。俺もうなくなっちゃったんですよ。ゴマスリ経由。あの川崎フロンターレサポーターかなと言っても、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そうですね、ぜひ。そして、ポチャフロ TV さんの。URL 動画。うわー、嬉しい。貼ってるんですか？もちろんです。やった、もちろん。お願いします。よろしくお願いします。拝見してみてください。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、試合のスコア予想を聞いていいですか？いいですか？去年ですね、2対2で、やべえやつらやめろ。バック取られてた。俺すげえ視線感じたけど、ミッキーだし。なんで？ミッキー、何この頭とのあれ。ええじゃないよ、ほんと。去年ね、2対2で
ちょっと、まあ、引き分けてしまったので、ちょっと今年はですね、はいはい、2対1で勝たせてください。よろしくお願いします。嫌です。嫌です。来た。嫌です。嫌です。すいません。2対1でよろしくお願いします。じゃあ、はい、帰りはどちらかが笑って。そうですね。やべ、清水の人たちあったかいんだか怖いんだか分かんないなっいや嬉しいです、本当。ブルモンさん会えて。いや、こちらこそ。ただなんかいろいろ、ね、はい、やっていければいいなと思って。そうですね、はい、もう面白いんでチャンネル登録ぜひ。あ、やった。僕もします。あ、やばいぜ。絶対するからって。そこでしますよ、本当に。すってない。すってない、本当するから。そんな、そんなするようなことね。絶対にね。今後ともよろしく。よろしくお願いします。ありがとうございました。画伯がいいですか。生。すごいですよね。あ、意外とむずいぞ。お、新兵さんだ。やべえ。で、パルちゃんを、はい、左肩にね。うわ、すごい。そのために、そうしたい。ありがとうございます。すごい。これちょっと、ありがとうございます。でも、すごい気になったんですけど、うん、清水さん、今ちょっとお時間大丈夫ですか。はいはい。結構イラスト、特に僕も使用させていただいて、すごいありがたいんですけど、はい、なんでエスパルスのイラストを描こうと思ったんですか。なんで絵が好き、はいはいはい、エスパルスが好き、はいはい、それだけです。愛ですね。愛です。愛しかない。今後僕の動画にもいろいろ描かせていただく機会があると思うので、はい、ぜひとも新平さんのツイッターとインスタ、はいはいはい、ちょっとぜひとも見てください。お願いします。ありがとうございます。はい、というわけで左の方ならね、誰かもう1回見てくださってる方ならわかると思うんですけど、2019年の U15 の代表の、チャンピオンになったテイジ。そして今年21年のね、エスパルスの U18 の今年の代表に選ばれました孝太郎選手に来ていただきました。前回の動画でテイジ君が U18 で、エントリーするっていう形で予選のところは通って選考会のところには選ばれたんですけど、今回あえて辞退したんですよね。言っとくよ、すごいギスギスした関係じゃないから。そうね。違うのか。そう、この3人十分長くさせていただいてるので安心してください。決められてます。やめてガチで取られるからガチで取られてるから。今回 U18 の代表としてこれから戦うことになると思うんですけど、なんでエスパルス好きになったのかどうか聞いてみたいんですけど、好きになったのは、お父さんがスタジアムに連れてきてくれて、で、まあ、気づいたら好きになってた、見に行くようになったっていう感じですね。エスパルスの好きな選手とかって、はい、高山選手ですね、今年はユニフォームで今回着てる、はい、靴下特徴がないっていうのがまた良さでもあるんですよね。はい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 。そのやっぱ目立つ部分がないけど、その止める切るの技術だったりドリブルだったりっていう細かいところは基本的に全部上手いんで、すごい好きだなみたいな、憧れるなっていうところがあります。おー、そうなんですね。じゃあちなみに片山選手 EJ リーグを使う。ああ、もちろん。おー、いろんなポジションできるんで、もうゲームとしてはかなり神的な存在になってます。ごめんね、俺国でやってないもんさ。イエルス試合がないんですけど、申し訳ないけど2連覇が待ってるんじゃないですか。そうです、マジ緊張しますね、それは。一応、まあ、前回覇者が、ね、チャンピオンの日本一経験者がいらっしゃるんで、ちょっとアドバイスとかあったら教えてほしいです。焦らないと思います。おー、そんだけに、まあ、多分焦りはすると思います。まあ、そりゃそうです。クラブを背負う形ですごい重圧も高いと思うんですけど、す、ね、僕らすごい応援してるんで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ぜひとも皆さん、孝太郎選手への応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今回はブラジルデーということで、まあ、さっき言ったと思うんですけどね。いやいや、何のことでしょうか、分かりません。はい、すごいな、多分僕の動画史上一番人が出てることになると思うんですけど、うん、そうですね、ハーバルチャンネルの
ヤギチさんが今回来てくださいました。はい、ヤギチタカスチャンネルヤギチです。どうぞ名前と顔だけ覚え出してください。よろしくお願いします。あなたもなんでね、はい、このアフロを、はいはい、アフロ症感染拡大が進行しておりますか、ね、もうこれとんでもないテロですよ。怖い怖い怖い。これね、暑いのよ。暑い、なんかね、蒸れる、蒸れ蒸れ、わかる。こんな今日なんですけど、ブラジルです。はい、こちらさっきゲットできるかわかんねえって言ったんですけど、うん、まあ、実際僕ゲットしまして、やったね、やったね。こちら今年のデザインのブラジル T シャツです。どうですか。ターモジュントですね。ターモジュント、みんな仲間だよっていう意味ですね。お、説明してくれてありがとうございます。説明させてもらいます。ちなみに裏はこんな感じで、おブラジルの柄になってるんですね。そうですね、 T シャツ配るチームなんてなかなかないと思うので、ね、でもマリオスはもっと配ってる気がするな。お、公式さん公式さん、親分ねだってるんで、ぜひともご検討よろしくお願いします。いろんなグッズでね、エスプロと盛り上げていってください。本当に、ね、よろしくお願いします。ヤギチ親分のすごい予想、はい、教えてください。今日はね、3対1で勝ちます、エスプロ戦。おー、覚醒の日、そう、覚醒の日、今日それが7月17日、ブラジルです。決めるのは、チアゴが3得点します。おー、はい、初ドリックなりますよ、ブラジルカーニバルですよ。いいですね、はい、来ててください。頑張りましょう、頑張りましょう。ぽいグレモン、多分、ね、なん、お疲れ様です。ぽいカツオ、どうしました。お土産を買ってきたぞ。え、大月さんの勝ちの項目の買ってきたぞ。え、俺にですか。ああ、嘘でしょ。本当本当、ガチ言ってるやつ。ガチガチ、嘘でしょ。高いチーム、7月の中旬な、お金が潤ってるんだよ。ボーナスですか。ああ、ボーナス何で2回来るっていう、あの確定チャンスだ。食ってくれ。え、本当にいいんですか。本当にいいよ。マジでいいですか、はい、もうね、近畿大学生にはすごい嬉しいですけど、もうその時代分かってるもん、俺もね、もう大好き、ああ大好き、俺も大好き、俺も焼肉のタレのご飯いっぱい食べてたもん、その時期。これ食べてね、一緒に頑張っていきましょうよ。頑張りましょう。ああ、ちょっとあのタオルチャンネルもコビ売り続けます。ありがとうございます。タモジュント、タモジュント、おごりでタモジュントはなんか趣旨が違う気がするけど食べましょう、食べましょう、はい。